はい、これ今日は9月26日これ秋巻き小麦北穂波です。今ね 3.5 用ぐらいです。これてっぺんね。でここの小麦すごい失敗したんですけど、これめちゃくちゃ厚巻きになりました。今でこんなんですよ。やばいっすね。キャリブレーション間違えました。早巻きの厚巻き秋巻き小麦です、ね、これすごい間違いをしました。もう思い込みって怖くて独自にキャリブレーション編み出して測ってしまったんで、その映像はこちらです。はい、これ入れたやつ小麦の種で、このケース風体600なんで1760なんで1160ですね。これ40で割ったら29なんで単当たり 2.9kg。 これじゃちょっと少なすぎますね。もう一度キャリブレーションします。ほんでまたこの便利グッズを29で 2.5kg だった。あれ 2.5kg ないね。違うね、23で 2.9kg ここだね。なんで35ぐらいかな。ちょっと33ぐらいでやってみようかな。いや、ってことでね、これはもうどうしようもないんで肥料で調節していこうと思います。でまだ元肥をやってなかったんでいいかなと思って、そこだけは。で今日元肥をやりに来ました。これね、サルキ、いつものサルキで、中はタップです。これね、タップ、こんな感じで、まあ、あと越冬前にもちょっと取れたらいいなと思います。どのくらい分割するんだろう。これ多分絨毯だよね、きっと。緑の絨毯になってると思います。